行けっから、ほらほらほら。あー、英雄ガチャですね。さあ、ウサギランクアップマッチ弱いのに。さあ、準決勝第1試合、5期の第1回目ですね。準決勝第1試合、ウサギつまぎ VS、フィノスニュート。さあ、開幕当たってる。おいしくいただいてしゃがみくらい、画面端維持して暴れさせない。さあ、この辺のコンボ判断はかなり煮詰まってまいりました。さあ、なんか猪瀬を殺すためだけのカラジャンプが見えましたけど、ダメージ奪いつつ置き攻め。さあ、暴れとがめられず、選択肢は合ってた。いや、やれは打たない。8C から6C 飛ばして 3C シックルガード、ルビナス飛んでる、かくったジャンビーが。さあ、弾ないんですけど、ラピキャン 6C から OD エクシード。ここは殺し、それエクシードの方がむしろ危なかったんじゃないかと思うけど、ここは見えてた。俺やり三段で終わったかなと思ったんですけど、ここは、あ、言わなかった、よかった。あ、いや、ここは確実を取ったということでしときましょう。1本取ったな、つばき。ルビナス中段着地に置いてある。さあ、中段指導のルミナスついてくると痛いんですよね。さあ、ルミナスがうざったい下段卓、しっかりルミナス発射、タイミング合わせている。さあ、ルミナスの発射、今度はタイミングが合わなかったが、状況はまだまだ続いていく。中段卓、さあ、残り体力3割切ったところで、まだニューのターン継続中。ルミナスD なしで、さあ、猪瀬さん、その中段のおもらしを僕はバレてますよ。ジャンビーから中段だけ、さあ、ワンチャンス生まれたが、オーディから吐き、ジャンシジ落ちてきて、これバースト吐かせることには成功。 D 刺さってまだ死なないが、あ、ラピッてく、ここ届くんですね。俺届かないかと思った。さあ、1本これで取り返す。11、さあ、試合展開的には、あーっと、開幕土に対して立ち置いてある。おそらく最大半角に、半角というか開幕の駆け引きで一番痛いものもらう。2置き立ちからフィールド張って、ディーリー走り込んでくるが、ここはジャンニー・リーが置いてある。ディーリーからフィールド設置して、ルミナス6体育中段立ってる、裏回りしっかりとガードしてる。さあ、ガードは硬いが、差し込むべき場所が見当たってない。 6D 対空、あ、2D か、ごめんなさい、 2D 対空ですね。さあ、先ほど同様、体力が溶かされるが、ワンチャン掴むまでがまだかかりそう。走り込んでフィールド設置して、妨害して踏み込んだんですけど、ここは 3C ダメ、斬新当たって、さあ、冷たく冷たく置いてある。 2D 対空、 OD、 ここはあーっと。俺さすがに今のレガシー抜けてくるかなと思ったんですけどね。Yeah.
それを耐えまず超人鍵が超人なんだ現れる超人超人悪くない超回転役貫け迅速稼働レベル3アクション超人アップし終わりよければ全てよし。じゃあ俺とウサギですね。
止まれねえんだ。さあ決勝戦ですね、多分前々回ぐらいにも、同じカードになったかと思います。組山根 VS、ピラズニュー、ファンシーのスカリ、とりあえず 1C ガードさせて引っ張ってくる。 1C から画面端へジャンディ、ここは Z を潰しにも 6A 含めているバースト、画面端へ一気に攻めていく。ジャンディからまだまだ攻める、銀が止まれるが、その後の見合い、逃げが打ち勝ったのはニューガワ。遠距離戦になっちゃうとブー悪いのはアマレ側なんですけれど、表ガードして中段ラピからのいつものヤーツ、画面始まれ5勝5対。さあニオキ 2C か 1C かちょっとわからなかったんですけど、踏み込んだんですけどね、間に合わず。さあ鳥かご状態から脱出したいんですが、聖獣届かない。さあここはそのまま殺し切ですね。1本取ったのニュー、 6D から思ってジャンニシー寄りからさらに攻め系、移行に引っかかってるわけじゃないんですけど、ここはシックル引っかかって一気に画面端へ中段見せてからの下段タク、画面端鳥かごから逃げられるか、ここは2尾引っかかる、バーサス使ってとりあえず逃げる。 Z を噛み合って今度はアマネのターン、 6D が生カード。さあレベル3になるとどのキャラも怖いんですが、カウンターされて読まれる。あこれいやさすがに残んじゃね、猪野さんできるの本当に。あしっかり殺してる。いや大丈夫です、ウサギが後ろで残りますって言ってたから多分死ぬなってちょっと思って。